浪江焼きそば大国とはもう仲間っていうか、もうその深い愛で僕たちはつながってますんで、まあ、震災当時からね、いろいろな支援っていうんですか、をさせていただいてるっていうか、あの十和田市で浪江のこの焼きそばを出してるんですよ、うちのアンテナショップで。やっぱり十和田市にも浪江の方たちが避難してきてるんですよ。やはりこの浪江にいつかは帰っていただくようにつなげていきたいなっていう、そんないろんな思いからね、いろんなご支援をさせていただいて、今日もね、いろいろなところの仮設住宅からもね、たくさん集まっていただいて、こうなんか笑顔がね、こう聞こえてきたりとかして、すごくね、なんか嬉しいなって、やってきてよかったなって。でも寒いなっていうのは現実で、十和田なんて雪はあるんだけども、こんな寒くないんですよ。でもこの寒さも今負けないぐらい、この熱い思いをね、この皆さんにお届けできればなって。やっぱり食べるのが一番こう元気になる源ですからね、食っていうのは。これが我々 IB リーグの目指すところで、食を通しての町おこしっていうところですから、浪江の皆さんとは一緒にね、共にこう地方から日本を元気にしようってね、5年、6年前ですね、今となれば活動を共に始めたのが、そこからの縁で、ね、今日こうやって来てます。インターネットの情報よりも、皆さんから直接聞いた方が、震災のことについてもっと理解を深められるんじゃないか、そう思いまして、今回ここに来た試合です。ですので、皆さん、これからも僕たちの出し物が終わった後、バラ焼きも食べながら、焼きそばも食べながら、震災のことについてインタビューをさせていただけたらなと思います。バラ焼きの感想はどうですか？おいしい、喜んでいただけて何よりです。ありがたい。どうでした？美味しかった。楽しい、楽しかったし、美味しかったし、あとね、悩み聞いてくれて、なんかスッとしました。